はい、2月27日、あ、今日も多いですね。今日も4件ですね、目指しましょう。ハッタさん、フジインダストリーズさん、ビントラスさんですね、頑張っていきます。パスのハムスですね。はい、プリースです。オーストラリアかな。はい、オーストラリアですね。はい、バロッサバレー、バロッサバレーサーの作る、あ、モンラ、あ、モンラ、あ、モンラ、これなんつったのさっき。いいですか。いやだ。なんつったって言ったか覚えてないです。2016年、価格1万円。1万円ですね、はい、もう恥ずかしいですね。すっごいですね、凝縮感になるかも。このラベルがね、このエジプト系のね、非常に特徴的なか、ラベルで本当に面白いんですよ、うん、やっぱり味わいもすごいですね、ガツッとしっかりして、ね、このインポーターさんといえば、これワインっていうのが定番化している。そうですよね、うん、これは素晴らしい、素晴らしいですね。ソムリンポイントが 5.5、 いいと思います。いいですね。これはちょっとお肉料理食べてる感じですね。はい、あ、もうです。はい、ファームストアさん終了でございます。オーストラリアでした、ね、オーストラリアだね。もうファームストアさんね、毎回毎回ね、こうやっぱ紹介しちゃえばいいね、決まっちゃうからね、美味しいものね、本当あるんですよ。アモンラね、アモンラ美味しかったね、あれもね、やっぱりすごくいいし、であとね、前回紹介したね、寄付といいますかね、あの作り手もなかなかいいんですよね、はい、ッドリあとなんか今回ね、すっごい安いスパークリング、はい、ロゼスパークリングがあったので、次回はね、もしかしたらそれ紹介するかもしれないですね。はい、あ、そういえば、ズカちゃん、はい、20日の旅館甲子園、そうですね、前回、あいつがいなくなりますとか言って、で結局どうなったか、優勝したらしいですよ。あらで、ちょっとなんか、なんで優勝したところがあったんですか。優勝した決め手は、決め手はやっぱりスーパーソムリエが3万本試飲してるっていうのが、こう印象値が高かったかなと勝手に思ってます。いいと思います。つまりはソムリエのおかげだということでございますね、ゆかちゃんね。そうなんです、素晴らしい、よかった、貢献できて。スペシャリストが集う旅館玉木屋と鴨そばに、ぜひ皆さんお越しください。まあ、基本的にカカオムスモリとかタマキヤがそうか、タマキヤ、タマキヤだね、あれは。タマキヤぜひ行ってみてください。これもタマキヤ泊まりてえな。カモスはいいから。いいよ、カモス。やめてください。はい、ではそしてハッタさん行ってきまーす。ドイツ、ラインヘッセン、キューリングジロー、クヴィンテッラ、リースリング、トロッケン、はい、2017年です、お値段3000円。3000円、あ、すごい、ミネラル感と、うん、カフターいいんだよね、これずっと、うん、すごく心地いいです。いいですね、柔らかい感じ、うん、ピュアだね、うん、これはピュアなワインだね。こういうワイン好きですね。言いたいんだろ、やっぱ言いたいんだ。あ、染み渡りますね、うん、旨味がこうギュッと下に分かって、本当にこれはいい、すっぴんワイン、うん、いいと思います。あ、素晴らしいですね、これ。あ、何杯でもこれね、ガンガンいける、うん、これハッタさんでワインはね、ぜひ ね、飲むときはね、買うときはぜひこれ買ってほしい。クヴィンテッラ・トロッケン、リースリング、ソムリエポイントが 3.5、はい、3000円でドイツ 3.5、 いいと思うね、これキリッとした辛口です。はい、はい、ハッタさん終了でございます。よいしょ、ヨーロッパ系ですね。そうだね、ハッタさんやっぱりこうヨーロッパ、フランス、ドイツ、
イタリア、スペイン、もう本当そういうところが多いところですね。長いインポーターさんでいらっしゃいます。今回ドイツ良かったですね。いい勝負ですね。あとね、あのスパークリングでジュラも良かったりとかするんですよ。そうなんです。安いし、安いし。前確か紹介しましたね。あとね、ルスターがあるんです。エミラルスターシェリーがね、はい、美味しいものがたくさんあります。さあ次に富士インダストリーさんですね。確か生産者アライズでしょ今日。あ、そうか。うん、ちょっと楽しみです。行ってきます。ドメーヌ・ラポルト、はい、ブルジョワさんです。うまいね。すごいいい香りですね。いい香りだ。やっぱりいいね。今のフランスサンセールですね。もちろん、うん、サンセールじゃない、フランスのロワールですね。ロワール、ロワールだね。プイヒメラ・ビーニュテ・ボーソ・ソペ・ブラン2014年たどたどしいね。5000円です。仕方がないね。5000円いいワインですよ。さすがですね。すごいミネラル感ですね。ミネラル感とあとハーブ、うん、ちょっと草原を感じさせるような。フランスさんもずっと持ってますね。アフターがさ、ほんとさ、ずっとさ綺麗にさ伸びてくれてさ、その調子が変わらないじゃん。だからいいんだよね。あ、いいですね。うん、ポイントが48ぐらい。はい、いいですよ。素晴らしいです。はい、フジインダストリーズさん終了しました。今日はラポルトさんでしたね。はい、ラポルトさん、ロワールからいらっしゃってました。いいですね。今回はね、フィメを選びましたけど、はい、サセルもすごくいいんですよ。キレがすごいですね。キレがいいね。なんかサンセルで待ってるから来いよっていう風に言ってもらいました。いつ行けるんだろう。行きたいね。いつがいいのかって聞いたら、やっぱり5月6月あたりだと。ほう。そしてまた紅葉の時期も素晴らしいぞって言ってくれましたけどね。試飲会で忙しいっつ。絶対無理じゃんっていう日程をね、言ってもらいました。忙しいと思いますけど、ね、どうなんだろうな。ああ、いやー、ちょっと行ける機会があればぜひ行きたいと思います。では次は今日これで終わりですね。あれ、ビンドナーさんに行ってきます。ビンドナーさん4軒目。あー、生産者来日じゃなかったっけ。またこれも、あ、そうでした。確かなんか言ってたよね。楽しみです。入ってほしいです。入ってほしいです。チェラウイタリアのカラブリアですね。カラブリア、カラブリアはつま先の先っちょですね。先っちょですね。つま先の先っちょ、つま先です。つま先、はい、グラインヤスジエチケッタネーラロゼです、はい、2017年で値段が5100円。ちょっと高い、ちょっと高いね。ロゼで5100円は高いね。でも美味しいかしょうがないですね。そうなんだね。まあ飲みは分かるけど、うまさっていうね。ちょっと本当にさくらんぼですかね。さくらんぼ、チェリー系の香りと、ちょっと磯っぽい香りがします、ね、あとやっぱり樽の香りもちょっとしっかりしてる、ね、これ結構ね、皆さんの多分好きだと思う。なんか言えよ。あ、そうです、ちょっと飲んじゃった。つい飲んじゃいました。スッと勝手に入っていきました、うん、液体が勝手に入っていきました。あ、うまいですね。なんでテンパってるの。そんぐらいのうまさです。はい、ソミポイント 4.5、 うん、いいと思います。いいロゼです、はい、ぜひちょっとこれからの時期から、これからの時期にですね。はい、お疲れ様でございました。ビントナーさん、あー、
美味しかったな。なんか美味しかった。ヴィンテージものいっぱいあったらしいんですけど、ことごとくにちょっと状態が悪かったね。なんかね、残念ながらなかったね。悲しいです。けどあったものはすごく全部美味しかったですね、はい、素晴らしかった。素晴らしかった。よし、飲んじゃいましたね。終わったから。そうだね、やっぱ4時ちょっとお腹タプタプな状態ですよ。あんまりね飲まないんですけど、今日はもう終わりだし、ビントナさんでちょっと飲んじゃいました。ちょっと一周回った、うん、美味しかったです。大変美味しかったです。で今週はこれで終わりでございますね、はい、ただ来週が忙しいですかね。来週はそうか、あ、月曜日私いませんので全部ズカちゃんがやってくれると思います、はい、さあズカちゃんはちゃんとやるのかな、やらないのかな。僕はやらないと思うな。さあどうするんでしょうね。ズカちゃんはもちろんやりましょう。本当にやりましょう。はい、はい、あ、グラッツグラッツ、よいしょ。あ、きつい。さあズカちゃんがちゃんとやってくれるのか僕は楽しみにして。トゥーさんですね。中田違うよ、中田とモンテブッサンさんです。また適当なこと言ってる。でちょっと僕は行けませんので、ズカちゃんにリポートをお願いするということになります。頑張ります。はい、ではまた次回お会いしましょう。はい、はい、どうもです。